好きな夫婦嫌いな夫婦ランキング、勝手にもうやってるなよそんなの。ほっとけよ。いや、ほっとけよですけど、誰がやってんのこれ。毎回毎回。いや、インターネットですって。いねえだろこの世の中に好きな夫婦嫌いな夫婦なんて。まあ考えたことない、ね、無理やりかよお前。いや、芸能人いねえいねえそんなもん。じゃあもうないじゃん。好きな夫婦嫌いな夫婦、自分の親がどうかぐらいだよ。そうですかね。おう、いやでもね、でもね、やるのやるのそんなもん。どうします、だって結構面白いですよ。だって好きな嫌い、好きな夫婦嫌いな夫婦の調査がね、インターネット対調査、誰がしてんだ、インターネットでブスがやってんのか。誰がやってもいいじゃないですか。調べるのはいいじゃないですか、誰がやって。インターネットですって。で、100人対象に、インターネットで、調査が実施されまして、加藤茶さん、綾菜さんの45歳差夫婦が1位となりました。知らねえ、かわいそうに。はい。かわいそうだわ。言うなって。どっちかわかんないですよ。加藤茶さんと、加藤綾菜さん。綾菜さん、はい。夫婦が嫌いだっつって、30票。まあ、どっちかわかんないですけどね、1位ですね。たった100人にしか聞いてないんだよね。まあ、そうですね。こんなのダメだって。はい。そら、俺も別に好きじゃないよ。別に。好き、まあ好きではない。どこの夫婦が好きってまずないからね。ないですね。関係ないですもんね。で、2位が玉置浩二、はい、青田のり子、はい、29票。1票差じゃない。そうですね。6割をこの1位、2位で占めてる。すごいですね。3位が赤西、黒木、メーサー。4位が船越英一郎、松井和代。うん、5位金山和彦、大渕愛子、うん、6位市川海老蔵、小林真央、6位藤本と木下ゆき菜、石橋貴明、鈴木保奈美、うん、杉浦太陽、辻希美、うん、小栗旬、山田優、早乙女太一、西山真紀、うん、いやほんすごいな。ふーんだな。ふーんですけど、なんか微妙ですね。ふーん竹市場だな。ふーんですね、あれはね、うんうん、ふーんですね。はい。いや、俺のこのダジャレがなかったら終わってたぜ、はい、このニュース。いや、終わってますけど。竹市場が出たからいい。出たから。うん。そうですね。本当だぜ。まあ、ニュースと呼べるかって話。本当、こんなもう100人に、はい、100人っていうズルをするな。ズル。アンケートってね、俺それでなくともアンケートって俺怪しいもんだなと思ってたからな。はい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 、100人のアンケートなんて信用しちゃダメだぞ。うん。そうですかね、100人ダメでしょ、うん、100人だけじゃね、そうですね、100人じゃ、100人だけじゃこれを決めちゃいけないですね。ああ確かにね。俺の友達100人に聞きました、やるぞ。じゃあ100人、ほら有吉さん100人も友達いないでしょ。